寛の宮佐仁親王は、日本の江戸時代の皇族。幼名は、小峠宮。世襲王家か、寛の宮第二代当主。広角天皇の実父。明治時代に追肢され、吉光天皇、または吉光院という。母書は、天皇后が追巫ことされたため、領と称されている。領はロザンデラ、牢山寺領。 吉光天皇ロザンデラ領、京都市上行黒山寺内古今伝授伝承者になお、連ねる和歌の名手で、日の宿などの苦行に指導した、農書家でもある、東山天皇の孫で、官員の宮正し人志神の第二男子。養母は、関白、この江元広の娘、藤原治子。実母は、家女房の佐抜き。宮洲所は、中見門天皇の、 第5王女、茂子内親王。なお、第126代天皇徳人や、秋篠宮文人親王は雲孫にあたる。朝廷では、1779年に、ご桃もの天皇が男子を残さないままに崩御したため、す人親王の第6王子として生まれた、詩人親王が急遽即位した。広角天皇は、父である、 スケヒトの宮中での地位が大事により低いことから大乗天皇の尊号を贈ろうとしたが、江戸幕府老中、松平定信などに反対され、贈ることはできなかった。1884年になり、明治天皇の皇祖父にあたるということで、吉光天皇の死亡と大乗天皇の尊号が贈られた。以後、官位の宮スケヒトではなく、義満天皇、または、 吉シ院ツインと称される。ただし、歴代天皇の大数には数えられない。ありがとうございます。